第4章、グリーンゲイブルズの朝。アンが目を覚ましてベッドに起き上がると日の光があふれていた。寝ぼけ眼を窓辺に向けると明るい日差しが降り注ぎ、窓の外では何か白くてふんわりしたものが揺れ、その向こうに青い空がちらちら見えた。一瞬アンは自分がどこにいるのか思い出せなかった。明るい朝の光に最初は愉快な時のように心がウキウキしてときめいたが、すぐに夕べのことを思い出した。ここはグリーンゲイブルズで、この家では私が男の子じゃないから欲しくないのだ。でも今は朝だ。それに窓の外では満開の桜が咲いている。アンはベッドから床へポンと飛び降りると、窓辺へ駆け寄り窓を押し上げた。長く開けられたことがないらしく、実際そうだったが硬くて鬼神だ。きついので手で支えなくても落ちてこなかった。アンは膝をついて6月の朝の景色に見とれた。アンの瞳が喜びにキラキラ光っていた。ああ、なんて綺麗なんだろう。なんて素敵なところだろう。本当はここに住めないなんて。でも暮らすのだって想像してみよう。この景色には想像の余地があるわ。窓のすぐ外には大きな桜の木があり、枝先が家に触れていた。いっぱいに花が咲いて、葉はほとんど見えなかった。家の両側は広々とした果樹園だった。片側はリンゴ園、もう片方はサクランボ園で、どちらも花が降り積もったように満開だ。果樹の下の草地ではタンポポが一面にまき散らされたように咲いている。下の庭ではライラックの木々に紫色の花が咲き、むせ返るような甘い香りが朝の風に乗って窓辺まで漂っていた。庭の向こうはクローバーがみずみずしく茂った緑の牧場で、くぼ地へ緩やかに下っている。そのくぼ地には小川が流れ、たくさんの白樺が伸びていた。下草にはシダや苔やさまざまな森の植物が軽やかに生き生きと茂っているだろう。くぼ地の向こうはエゾマツとモミの丘で羽毛のような緑に覆われている。その木立からは灰色の切妻屋根の小さな家が覗いていた。昨日、輝く湖水の向こう岸から見えた家だった。左手には大きな納屋があり、その向こうの 緑の野原を下った先には、春の青い海がちらちら光っていた。美しいものを愛するアンの目は、景色の一つ一つを見逃すまいと夢中になって眺めた。かわいそうに、この子供はこれまで風情のないところで育ってきたのだ。しかしここは彼女が夢見てきた空想の世界さながらに美しかった。彼女はひざまずき、すべてを忘れてあたりの美しさに見とれていたが、肩に手が置かれてはっと我に返った。いつの間にかマリラがこの幼い無双家のそばに来ていたのだ。さあ、服を着る時間だよ。マリラはそっけなく言った。この子にどんなふうに話しかければいいのか、彼女は本当にわからなかった。子供を知らない戸惑いのせいで悪気はないのに、そっけなくぶっきらぼうな物言いになるのだった。アンは立ち上がり、深々と息をついた。ああ、なんて素晴らしいんでしょう。アンは外の美しい世界のすべてを指し示すように片手を振った。大きな桜だね。花も見事だ。でも実はたくさんならないよ。小さくて虫食いだらけでね。まあ、私が言ったのは桜の木だけじゃないわ。もちろん桜もきれいよ。そう、まばゆいばかりに美しいわ。まるであの木もそれを分かって咲いているみたいね。でも全部が素晴らしいのよ。庭も果樹園も小川も森も、この広々とした世界のすべてが愛しいわ。
おばさんはこんな朝には世界中を愛しているっていう気にならない？私には小川のせせらぎの笑い声がここまで聞こえるわ。おばさんは小川がどんなふうに陽気か気づいたことがある？小川はいつも笑っているのよ。冬でさえ氷の下を笑いながら流れているの。グリーンゲイブルズのそばに小川があって本当によかったわ。どうせこの家には住まないのだから関係ないと思うでしょうけど大違いよ。もう二度とこの小川を見ることはなくても、グリーンゲイブルズに小川があったことをいつまでたっても喜んで思い出すわ。もし小川がなければあればいいのにと落ち着かない気持ちに悩まされるでしょうよ。今朝の私は絶望のどん底ではないの。朝はそんな気分になれないの。朝が来るって素晴らしいわね。でも悲しくなったわ。だって想像していたところだったの。結局おばさんは私を欲しがっていて、私は永遠にここで暮らすんだって。その間は素晴らしい心地だったのよ。想像していて一番嫌なのは、想像をやめなければならない時が来て辛くなることよ。想像なんかに気を取られていないで服を着替えておりなさい。マリラはアンの話の切れ間を素早く捉えていった。朝ごはんができているよ。顔を洗って髪を溶かしなさい。窓はそのまま開けておいて、布団は足のところに折り返しておくんだよ。できるだけ早くだよ。アンは容量がよくてすばしっこいらしく10分で降りてきた。小ざっぱりと服を着て髪を溶かして三つ編みにし、顔も洗っていた。マリラの言いつけをうまくやりおおせたと独特としていたが、実のところ布団を返すのは忘れていた。今朝はお腹ペコペコよ。アンはマリラが引いてくれた椅子に滑り込むように座った。夕べみたいにこの夜が風がビュービューなる荒野になった気はしないわ。いいお天気の朝でとても嬉しいの。でも雨の朝も好きよ。どんな朝でもワクワクするわ。今日の一日、これから何が起きるか誰にもわからないもの。想像の余地があるわ。でも今日が雨降りでなくてよかった。だって晴れた日の方が朗らかでいられるし、辛いことにも我慢できるでしょう。私には我慢しなければならないことがたくさんあるもの。悲しい物語を読んで主人公になったつもりで、自分も悲しみを乗り越えて勇敢に生きていくところを想像するのは面白いけど、いざ自分がそうなるとあまり素敵じゃないわね。お願いだから黙っておくれ。小さな女の子にしてはおしゃべりが過ぎるよ。そこでアンはおしゃべりをやめた。あまりに素直にピシャリと口を閉ざし黙りこくっているので、かえってマリラはイライラした。まるで何か不自然なものが目の前にいるかのようだった。マシューも黙っていた。もっともこれは不自然ではなかった。というわけで朝食はまことに静かだった。やがてアンは物思いにふけり出した。まるで機械のように口を動かして食べている。目は大きく開いて窓の外の空に向いているが、何も見ていないようだ。マリラはますますイライラした。この青白い顔をしたおかしな子供は、体は目の前の食卓にありながら、魂ははるか雲の上の夢の世界へ、想像の翼に乗って空高く飛んでいったようだ。誰がこんな子を家に置くだろう。しかし理解に苦しむことに、マッシュはこの子を置きたがっている。一夜明けても夕べと気持ちは変わらないようだ。この先もそうだろう。まったくマッシュらしい。気まぐれを起こして一旦こうと思い込むと、だんまりを決め込んでてこでも動かない。口を閉ざしたまま譲らないと、なまじ口に出して言うより10倍も重みがあって効き目があるものだ。食事が終わるとアンは無双から覚め、お皿を洗いましょうかと進んでいった。
ちゃんと洗えるのかね？マリラはいぶかしんで聞いた。とても上手よ。でも子守ならもっと得意よ。慣れてるもの。この家に私があやすような子供がいなくて残念ね。これ以上手のかかる子供なんかいりませんよ。あんたで十分手を焼いているんだから。あんたをどうしたものかね。マシューも困った人だよ。あら、おじさんはいい人よ。アンは口を尖らせた。思いやりがあって、私がどんなに喋ってもうるさがらないの。むしろ喜んで聞いてくださったわ。一目見た時から私たち心の同類だと思ったわ。あんたたちがその心の同類とやらだとしたら、二人とも変わり者だからだよ。マリラは鼻であしらった。じゃあお皿を洗ってもらおうかね。たっぷりお湯を使ってよく拭いて乾かすんだよ。今朝は忙しいんだからね。何しろ午後はホワイトサンズのスペンサー夫人に会いに行かなければならない。あんたも一緒に行ってどうするか決めるんだよ。皿洗いが済んだら2階へ行ってベッドメイクだ。マリラはアンが皿を洗う一部始終に目を光らせていて、手際の良さは認めた。しかしベッドメイクはそれほどでもなかった。ふわふわする羽布団と格闘する術は習ったことがなかったのだ。しかしどうにか平らになだめた。それからマリラはアンを追い払うために昼食まで外で遊んでおいでと言った。アンは目を輝かせ、喜々としてドアに飛んでいった。しかし、戸口の際でふと立ち止まると、回り右をして食卓に戻り座り込んだ。まるでアンの頭からろうそくの火消しをかぶせられたように、喜びの輝きが消えていた。今度は一体何だね？外にはとても出られないわ。アンはこの世の喜びをすべて断念した殉教者のように言った。ここにいられないならグリーンゲーブルズを好きになっても仕方がないもの。外に出て木や花や果樹園や小川と仲良しになったら好きにならずにいられないわ。今だってつらいのにこれ以上つらくなりたくないの。本当は外に出たいのよ。みんなが私を呼んでいるような気がするの。アン、アン、私たちのところへおいで。アン、アン、一緒に遊ぼうよって。でも行かない方がいいの。どうせ別れてしまうなら好きになっても無駄だもの。それに素敵なものを愛さないでいるのもとても難しいわ。だからここで暮らすんだって思った時は嬉しかったの。いろいろなものを好きなだけ愛せると思ったからよ。でも短い夢は終わったわ。今の私は運命を受け入れたの。だから決心が崩れないように外へ出ないわ。ところであの窓枠のゼラニウムは何という名前なの？アップルセンテッドのゼラニウムだよ。まあ品種じゃなくておばさんが何と呼んでいるかよ。名前をつけていないの？だったらつけてもいい？そうね。ボニーがいいわ。ここにいる間ボニーと呼んでいい？お願い呼ばせて。はいはい、好きに押し。でもゼラニウムに名前をつけるなんてどういうつもりだろうね。あら、物には呼び名をつけるのが好きなの。たとえほんのゼラニウムでもね。ぐっと人間らしく感じられるもの。それにゼラニウムもゼラニウムとしか呼ばれなければ傷ついているかもしれないわ。おばさんも女としか呼ばれなかったら嫌でしょう。だからボニーと呼ぶわ。今朝2階の窓辺の桜にも名前をつけたのよ。真っ白だから雪の女王様よ。もちろん年中花が咲いているわけじゃないけど、いつでも満開の花が思い浮かぶでしょう。こんな子は金輪際知らないね。マリラはつぶやきながらバレー書を取りに地下貯蔵庫へ退いた。マシューの言うように確かに面白い子ではあるがね。私と来たら
今ではあの子が次に何を言い出すか心待ちにしているありさまだ。どうやら私にも魔法をかけるつもりかね。魔衆はとっくにかけられてしまったけれどね。朝畑に出かけた時の兄さんの顔つきと言ったら、ゆうべ兄さんが口で言った通り言葉にしないまでもほのめかしたことを今度は顔つきでしてみせるんだから。引き取りたいってね。兄さんもせめて世間並みの男くらいには胸の内を口にしてくれると、こちらも言い返したり理にかなうような説き伏せることもできるけれど、顔つきでしかものを言わない男なんてどうすればいいのかね。マリラは地下室を一巡して戻ると、アンは頬杖をついて空を眺めながらまた無双にふけっていた。そこでマリラは早めの昼食までアンをそのままにしておいた。マシュー、お昼から馬と馬車を使いますからね。マシューはうなずき、アンを名残惜しそうに見た。マリラはその視線を遮ってきっぱりと言った。ホワイトサンズへ出かけて型をつけてきますよ。アンも連れて行きますから、スペンサー夫人はすぐにノバスコシアへ送り返す手配をしてくれるでしょう。夕食の支度はしておきますし、乳搾りまでには帰りますから。マシューは相変わらず黙ったままだった。マリラはわざわざ声をかけて損をしたような気がした。返事をしない男ほど尺に触るものがあろうか。もっとも返事をしない女も始末に負えないが。やがて時間が来て、マシューはクリリウマを馬車につなぎ、マリラとアンが乗り込んだ。マシューが庭の木戸を開けると、馬車がゆっくり通り抜けていった。その時、マシューが誰に言うともなくつぶやいた。今朝、ジェリーブートの小僧がザ・クリークからうちに来てな。それでこの夏は、お前を農作業に雇うつもりだって話しといたよ。マリラは答えなかった。その代わりにピシャリと馬に思い切り鞭をくれた。かわいそうにこんな扱いを受けたことのない肥えたメス馬は腹を立て、猛烈な勢いで小道を駆け下りた。マリラが一度激しく揺れる馬車から振り返ると、あの尺に触るマシューは木戸から身を乗り出し、遠ざかる二人を寂しそうに見送っていた。